パッド・オ・コーナーは、ニュージーランド・ウェリントン出身のプロレスラー。第42代 NWA 世界ヘビー級王者、初代アワ世界ヘビー級王者。ニュージーランドのマッセイ大学畜産学科に至るまでの7年間で、フットボールとレスリングで鳴らした。1950年に、イギリスで行われた大英帝国競技会に参加し、金賞を獲得。この試合を、 米国のプロモーターに認められスカウトされ同年、アメリカ合衆国においてプロレスデビュー。1959年1月9日、セントルイスでリック・ハットンを破り第42代 NWA 世界ヘビー級王者となる。また、同時期に初代アワ世界ヘビー級王者にも認定される。アワ王座は1960年8月に剥奪されたものの、 NWA 王座は1961年6月にバディロジャースに敗れるまで2年5ヶ月間にわたって保持した。1963年初来日、力道山のインターナショナルヘビー級王座に挑戦している。アメリカでは NWA の機関団体セントルイスレスリングクラブにてブッカーとしても長年活躍した。1990年8月16日、 肝臓癌により死去。62歳没。ジャイアントババとの親交も深く、ババのランニングネックブリーカードロップのアイデアは、おコーナーから示唆されたという。ババの全日本プロレス旗揚げにも、選手として協力し、また、大相撲横綱、輪島大師が、プロレス入りした際、ババから託されて、彼のトレーニングを引き受けた。ババが全日本旗揚げ直後に行った、世界ヘビー級総戦の、 対戦相手パニンにも起用されている。ハットンを破って、世界王者となった試合は、ゴング氏に連載された、原康史誌室、世界のプロレス氏によれば、1本目ハットン、2本目、オコーナー、3本目をコーナーとされるが、おコーナーが、ストレートで勝った、最後は、エビ固めという説もある。アントニオ・ロッカ、ペドロ・モラレスと共にドロップキック3人男の一人と、言われ、 またルーテーズによれば、プロレス最高のドロップキックの使い手とされる。死去から4ヶ月後の1990年12月16日、WCW のスターケードにおいて、パッドコーナーメモリアルインターナショナルタグチーム、トーナメントが行われ、国別代表タッグ8チームが出場。アメリカ代表のスタイナーブラザーズと、日本代表のグレートムターンド、マササイトーが決勝を争い。 スタイナーブラザーズが優勝した。2016年4月2日、プロレス界での功績を称え、WWE 伝道のレガシー部門に迎えられた。ありがとうございます。